友人 H カーニとは、スポンジボブに出てくるカニである。言語版では、クランシー・ブラウンが演じている。日本語版は、奥田刑人が声を当てている。カーニは、ビキニタウンにある有名なファーストフードレストランである、カニカーニを所有及び運営している。彼は10代のマッコウクジラである娘のパールと一緒に、怒りのような形をした家に住んでいる。彼は、お金に夢中になっていて、 それを使うのが嫌いであるが、パールを幸せにするために、かなりの努力をする。彼は、自分の富を、心配し、従業員であるスポンジボブとイカルドのニーズを無視する、傾向がある。彼は、パフ先生と恋愛関係にあり、かつての親友であるプランクトンとライバル関係にある。カーニの批評は、シリーズの開始時は、肯定的であったが、シリーズが進むにつれて混合された。 批評家は、パールのシングルファーザーとしての彼の描写に賞賛を、したが、シリーズの実行を通して、彼の欲望の知覚された誇張を批判した。通称はカーニさんで、スポンジボブをはじめとする人物からそう呼ばれている。レストラン、カニカーニの創業者であるオーナーのカニ。カニカーニで働くスポンジボブやイカルドにとってカーニは、上司にあたる。日本語版での語尾は、カニ、ガニで、 カッ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 と笑う。見た目は、ツッコミ役に見えるが、実は、ボケ役。極度のケチで金銭の猛者。金を使うことを拒み、一銭とでもなくしたら、パニック状態に陥る。趣味は、釣りと貯金。それに関連して、店のエアコンの温度設定に敏感であり、勝手に変更するものを許さない。ただし、惚れた相手には浪費しまくる。 カニカーニでは皆平等というポリシーを持ち、金を払えば誰でも受け入れる。お金、無料、ただなどの言葉に弱い。スポンジボブの父親のような存在とされており、彼を息子のようなものだと言っている。カーニは彼が困った時にしばしば彼を叱るが、時には父親のようなアドバイスを彼に与える。ただし、生まれ変わったカーニさんではさまよえるオランダ人に、 彼を売ったり、スポンジボブ首になるでは、経費削減のためあっさり彼を首にしたりなどひどい面もある。他にも、腐って黄色に変色したハンバーグパティをスポンジバーガーと言って売ったり、バーガーの食べ残しで石鹸を作ったりなどとんでもない行動に出ることもある。作中では、パフ先生とイカルドと同様に警察に捕まったエピソードがある。カーニのライバルで、 かつての親友であったプランクトンはカニカーニの真向かいにある失敗したレストランエソバケツ亭のオーナーでありエソバケツ亭を運営しているカニカーニの真向かいにあるレストランエソバケツ亭のオーナーのプランクトンとはライバル同士でプランクトンはたびたびカーニバーガーの秘密のレシピを盗もうとするが失敗している彼はプランクトンがカレンを使用してレシピをリバースエンジニアリングする 可能性があることを恐れて、カーニバーガーを合法的に購入することを許可することさえ拒否した。カーニはまた、餌場決定が、決してビジネスを行わないようにすることを彼の義務としている。カーニは彼自身の幸福よりも、お金を大切にし、彼にとっての経済的価値に基づいて、他のキャラクターを評価する。唯一の例外は、パールと彼のガールフレンドのパフ先生である。 パフ先生への彼の愛情は非常に強いので一時的に彼の欲望を超越し彼女の高価な贈り物を買うように彼を借り立てる。カニは陸上でも生きられるがカーニもついたちぐらいなら水がなくても生活できる。非常に花が良く道に落ちているコインを匂いを嗅いで探していたこともある。カニらしく足を速く動かして歩く。体の色は赤。年齢的には 若そうな見た目であるが、自分で老いぼれと言っているなど、見た目よりもいい年のようである。恋に関しては、初めはこもっていたが、出てくるたびに、現在のドラ声になっていった。シーズン1では一人称は、わしで、口調も、老人風だったが、シーズン2以降からは一人称が、私になり、口調も普通になった。若い頃の一人称は、 僕1942年11月30日、生まれでスポンジボブとパトリックとはかなり年が離れている。身長7インチ、体重5オムス。名前は本来の綴りクラブをクラブに変えたもの。当初名前はクラブスにする予定だったが、パイロットフィルムを作っていた時、C から G に変更された。日本語版の名字では生き物のカニをカとニの間におつけ、 カーニという呼び方になっている。店の名前はカニカーニと呼ばれているほか、食べ物の名前にも頭文字をカーニが付く。カーニはレストランカニカーニの創業者であり、オーナーでもある。カニカーニではスポンジボブがフライ係、イカルドがレジ係として働いている。カニカーニで働くスポンジボブやイカルドにとってカーニは上司にあたる。レストランの成功はほとんど競争がなく、 カニカーニの代表的なメニューであるカーニバーガーの人気に基づいている。このメニューのレシピは厳重に守られた企業秘密である。彼は頻繁に彼のレストランの人気を悪用し価格の釣り上げを行う。カニカーニでは二人の従業員が少額の賃金で働いており、彼の財政にプラスの影響を与えているため容認している。しかし、 顧客を追い払う行動に従事している場合、彼はすぐに彼らを非難する。店のエアコンの温度に対しては敏感で、勝手に変更するものを許さないほど、誰かが変更すれば即座に警報が鳴るようになっている。このレストランでは、金を払えば、たとえ強盗でも食事を提供するということになっている。家族は、長女との二人暮らしで、長女のパールを溺愛している。 怒りの家に住んでいる。妻については不明だが、恐怖の深海の一族や、カーニさんの花嫁では結婚しており、パールに新しいママができると言っていた。親族として三つ子の甥いっ子がいる。祖父は健在で、現役の海賊でもある。族柄関係は父、長男、おじ、夫、孫息子。パールを除く親族はすべてカニである。 フランス語やスペイン語やラテン語も話せる。昔は貧乏で、ジェンキンスがくれたボールを切れで作った服などを着ていた。生まれた頃から一緒の幼馴染みで、当時は大親友だったプランクトンと共に、いじめられていた。また、重度のうつ病を患い孤独な毎日を過ごしていたが、後に克服。初めて手に入れたお金は、遊園地に落ちていた一銭と。これ以降お金が大好きになった。 ポセイドン学校を卒業後引きにタウン大学に入学した。その後、軍隊に在籍。軍籍時のニックネームは、鎧バラのカーニ。昔海軍で強い男のトロフィーを持つほど、たくましい男だった。また、海賊に襲われ、知恵と勇気で海賊から船を守った、という輝かしい武勇伝もある。海軍時代は、シェフの仕事をしていた。 スポンジボブの代わりに厨房に入った際は失敗ばかりで客に見放されてしまった。カーニバーガーを完成させた際にプランクトンと仲が悪くなった。ただし本当は互いにかつての関係に戻りたがっていることもあり仲良く喧嘩しているという表現が適切。なので共通の目的があれば手を組んで共闘する。友情のレシピではしぶしぶながらも協力した。 その後、ひょんなことから手に入れた破産した老人ホームを改造してカニカーニを作った。また、初めて稼いだ1ドル札を大事にしている。年齢的には若そうな見た目であるが、自分で老いぼれと言っているなど、見た目よりもいい年のようである。カーニは、ステファン・ヒーレンバークの人生の特定の人物に基づいたスポンジボブの唯一のキャラクターである。カーニをデザインするとき、 ヒーレンバーグはシーフードレストランの元マネージャーからインスピレーションを得た。ヒーレンバーグによれば彼のマネージャーは赤毛で筋肉質で元軍の料理人だった。これらの3つの特性はカーニのキャラクターに適合しカーニの赤い色が髪の毛の代わりになった。カーニの話し方はメイン州の強いアクセントでありヒーレンバーグに海賊を思い出させたレストランの オーナーにも触発された。しかし、所有者は貪欲ではなく、この詳細は、彼にもっと個性を与えるために、ヒーレンバーグによって追加された。ヒーレンバーグが最初にカーニを作成した時、彼とパールの名前は K ではなく、C で綴られていた。したがって、カーニのレストランの名前は、クラスティクラブであった。当初名前は、クラブスにする予定だったが、 パイロットフィルムを作っていたとき、C から K に変更された。ステファン・ヒーレンバーグは、K はもっと面白くて記憶に残ると判断した。カーニとパールを怒りに住まわせるという決定は、最初のシーズンの制作が開始された後に行われた。ヒーレンバーグが1997年に、ネットワークへのプレゼンテーション資料の一部として、 ニコロデオンの幹部に示した番組の設定の下の地図には怒りの家が含まれていなかったが代わりに両方のキャラクターの住居としてカニ・カーニのラベルが付けられていた。カーニは独特の歩き方をしている。彼が動くとき、彼は彼の足を非常に速く動かし、彼は2本以上の足を持っているかのように見える。初期のエピソードのアニメーションを監督するとき、 ヒレンバーグの目標の一つは、各キャラクターが、それぞれの個性を示す、個別の歩き方を持つことであった。エリック・ウィーゼは、漫画のつもりで、カーニの歩行サイクルを設計した。エリック・ウィーゼは、2012年に、私は、カーニの小さな足を4フレームのマルチブラーサイクルで、アニメーション化した。これは、彼をカニのように歩くための最良の解決策だったと、 思いますと改装した。ウィーゼがペンシルテスト機でそれを示した後、ヒーレンバーグは歩き方を承認した。言語版の声はアメリカの俳優クランシー・ブラウンが演じている。彼がキャラクターに使用する声を海賊と表現し、スコットランドの小さな悪党と表現している。ブラウンによれば、カーニの声はオーディション中の即興であり、正しい声を見つけるのは難しいことではなかった。 ブラウンはこの役を演じるのが好きで2015年にニューヨークポストに次のように語っている。時間の終わりまでをやっても構いません。海底で惨めなカニを演じる実写作品には当然の秘訣はありません。ブラウンは2005年の雑誌ストロングのインタビューでスポンジボブでの彼の仕事を彼の生きる役割と比較して他のすべてのキャリアとして説明した。 ブラウンの他の演技プロジェクトでは、デニス・クエイドを含むスポンジボブに、ゲスト俳優を招き、ブラウンとのエクスプレス、負けざる男たちの仕事は、エピソード、海賊カーニさんのゲスト出演者としての彼の選択に、繋がった。カーニに対する、批判的な意見はまちまちである。ほとんどは、彼のケチに対する批判だった。エコノミストのサラ・ニューカムは、カーニを、 否定的な固定観念として説明し、ワイリーの本に次のように書いている。ミダース、エベネーザ、スクルージ、チャールズ・モンゴメリ・バーンズ社長、カーニは同じケチなキャラクターであり、何よりもお金を大切にする人を表している。ポーランドの学者、バーバラ・チャニャーフスカは、顧客と労働者を同様に搾取する冷酷な資本家で、あるにもかかわらず、スポンジボブ会のみんなが世界を、 キューでのカーニの英雄的な描写を嫌っていた。彼女は後に番組がキャラクターのビジネスにおける合法的な操作と作詞的な権力関係の使用をどのように正常化したように見えるかを批判した。逆にハフポストの政治活動家ハウィークラインは2006年にカーニはまさに邪悪な悪役ではなく貪欲に取り付かれた共和党のタイプであると述べ、 キャラクターのより肯定的な解釈を提供した。クラインはこのトピックについて、スポンジボブの声優トム・ケニーにインタビューした。ケニーはカーニを石油ビジネスマンの RP ハリバートンと比較し、そのキャラクターをコメディ表現と呼んだ。チェックされていない、考えられていない、規制されていない、資本主義。全ては社会的責任についてではなく、収益についてです。 2011年の著書、スポンジボブスクエアパンツフィロソフィーで、政治学者の J. ホイいくつかの章で、カーニの敵対的な側面について論じている。フォイは、プランクトンとカレンではなく、カーニがシリーズの真の邪悪なキャラクターであると主張している。彼はまた、カーニは、彼が経験する苦しみから、または、彼が他人に負わせる痛みや闘争を目撃することから学ぶ。 ことは決してないようだというカーニの性格に関する彼の問題を指摘している。コンプレックスの記事でデビー・イン・キャラダはスポンジ・ボブシリーズ全体が社会的規範に挑戦していることを賞賛した。パールのシングルファーザーとしてのカーニの描写は番組の各家族の考えに微妙に挑戦することによる破壊性の例として特に強調された。ニュースデーのメーガンジャノッタは 2016年の記事でそのキャラクターについて前向きに書いている。カーニさんはケチなことで知られているかもしれません。しかし彼はまた決心していて良い友達であり父親でもあります。彼は娘のパールを幸せにするために必要なことは何でもします。そして彼は彼のファーストフードビジネスを保護するのを助けるために極端な手段に行きます。 シーズン4のエピソード、愛しのゲイリーのレビューで、テレビ批評家のトム・シェイルズは、カーニを、気さくなそして、スポンジボブにおいて、人々が愛するものの一つとして説明した。DVD トークのポール・メイビスは、トレーニングビデオをシリーズ最高のエピソードの一つに、挙げ、カーニの裏話のユーモラスな描写をハイライトと呼んだ。バスケットボール選手のレブロン・ジェームズは、もし、 彼が番組のキャラクターのどれかになるならカーニになるだろうと述べている。漫画家のマイケル・カブナはレブロン・ジェームズのカーニに対する高評価の意見についてコメントしワシントン・ポスト紙にそれがどのように興味をそそられると感じたと書いている。オクマ万長者の NBA のバスケットボール選手は番組のケチに対する彼の経緯を引用している。カーニはアメリカンフットボールで ランニングバックのポジションであるセドリック・ベンソンのお気に入りのスポンジボブのキャラクターでもある。カーニはぬいぐるみ、ビデオゲーム、コミック、トレーディングカードなどの様々な商品で紹介されている。カニカーニはレゴプレイセットなどとコラボしている。また、アトラクションでの多くのレプリカの基礎となっている。ゲストを迎えるパールの衣装を着たマスコットとアニマトロニクスのカーニをフィーチャーした。 カニカーニをモデルにしたフロートがシーワールドの毎週開催されるスポンジボブパレードパンツパレードに定期的に登場した。建物の実物大のレプリカが2014年にパレスチナのラマッラーに建設された。2016年1月、ニコロデオンの親会社であるバイアゴムは テキサス州にオープンする予定の同様の営利目的のカニカーニレストランの運営者に対して訴訟を起こした。テキサス州の連邦裁判官は2017年1月に計画されたレストランがスポンジボブの資産に対するバイアコムの権利を侵害しその建設を中止したとの判決を下した。2011年ロックバンドのヨラテン語はカリフォルニア州 ロサンゼルスのエルレー劇場でエピソード僕は有名人のカニカーニのコマーシャルのライブバージョンを演奏した。ヨラテン後の最初のツアーの一部として含まれ、それはカーニとしてアイラ・カプランを主演させた。LA レコードのビリー・ギルはパフォーマンス全体を称賛し、カプランの印象をデッドオンと呼んだ。スケッチコメディーシリーズのロボットチキンのエピソード。 メジャーリーグオブエクストラオーディナリー・ジェントルメンにはカーニとパールが主演するスキットが含まれている。プログラムの他のほとんどのスケッチのようにストップモーションでアニメーション化されたこのセグメントはカーニバーガーの秘密のレシピの材料としてカニの足を使用しているカーニを特集している。2006年のサウンドトラックアルバムフィシン・フォーマネーのザ・ベストデーバーのトラックは カーニとしてのクランシー、ブラウンのボーカルパフォーマンスを特集している。2017年のスポンジボブのブロードウェイミュージカルで、ブライアン・レイノリスが演じるカーニは、アレックス・エバートが書いた、ダディ・ノーズ・ベストというタイトルのパールとのデュエットを歌っている。ミュージカルのブロードウェイ前のレビューで、バラエティのスティーブン・オックスマンは、ミュージカル版のカーニは、アニメ版と比較して、フラットであり、 演劇の適応性があると主張した。カーニのお金の執着にも、彼の娘がクジラであるという無意味な要素にも、ユーモアや基地さらにはエッチさえありません。2020年にアニメーターのサリルデウィルによって、ミスター・クラブス・オーバーダス、オン・ケタミン・ユータイトルのパロディファンゲームが作成された。そのゲームでは、運が悪かったカーニが、壊滅的なケタミン中毒のために目的を、 達成するために歯と爪と戦う。ありがとうございます。